今週は県警本部の赤嶺さんと一緒に自転車の安全利用をテーマにお届けします。まずはこちらをご覧ください。こちらは県内で開催されている自転車安全教室の映像です。会場では参加者に対して安全指導を行うほか、実際に起きた事故をスタントマンがその場で再現するスケアードストレートも行っています。近年自転車を利用する人が増加する中、交通ルール違反による自転車事故が全国的に増加しています。県内での自転車事故の発生件数は平成18年以降400件から500件の間で推移しています。こうした事故を防止するため、県警では交通ボランティアと連携し、安全な利用を呼びかけるチラシを配布するなど、さまざまな活動を行っています。自転車事故を防ぐために日頃からどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。そうですね、県警では自転車を正しく安全に利用していただくために、自転車安全利用5則や交通ルールを守るよう呼びかけています。まず自転車は軽車両に位置づけられる車の仲間です。ですので歩道ではなく車道通行が原則です。ただし13歳以下の子どもと70歳以上の高齢者は歩道を通行することが認められています。それ以外の方は車道を通行することになりますが、その際には車道の左側を通行し、交通ルールを守って事故防止に努めましょう。はい。またこちらの標識がある歩道は自転車が通行できますが、その際にも歩行者を優先し、車道寄りをゆっくり通行しましょう。譲り合いが大切ですね。もちろん飲酒運転はダメですし、二人乗りや自転車が並んで走ることも禁止です。夜はライトをつけ、交差点では信号を守り、一時停止や安全確認を必ず行いましょう。はい。そして13歳未満の子どもにはヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。子どもの安全確保は大人の義務ですからね。それと最近はスマホを眺めたり携帯電話を使用しながら自転車に乗っている人がいますが、こちらも危険ですよね。そうですね。さらに交通違反によって検挙される場合や罰金が課せられることもあり、それを知らずに交通事故を起こし損害賠償に発展するケースも実際に起きています。そうなんですか。はい。ですから正しい知識を持って自転車を安全に利用していただきたいと思います。そうした交通ルールやマナーについては県警のホームページをぜひ参考にしてください。はい、わかりました。ルールとマナーを守れば自転車は運動にもなりますし、環境にも優しい乗り物です。ご家庭でも自転車の安全利用について話し合いましょう。続いて県からのお知らせです。県では産業廃棄物の排出抑制、リサイクルなどを推進するための施設整備や研究開発に対する補助金の交付対象事業を募集しています。詳しくはご覧のところまで。沖縄科学技術大学院大学と琉球大学では県内の高校に通う女子高生を対象に進路相談などを行う第4回サイエンスプロジェクト for 琉球ガールズを開催します。詳しくはご覧のところまで。県の福祉保健所が4月1日に再編され、福祉事務所と保健所になります。福祉事務所は生活保護、児童福祉などの業務を、保健所は精神保健、感染症対策などの業務を行います。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デービル、また見てね。